短編映画集男たちの歌。コピーライター遠本三郎と映画監督中野博之がプロデュースする短編映画集、カンヌ映画祭国際批評家週刊ヤング批評家賞受賞作品アイロンをはじめ、任侠、ゲイ、人生に疲れた男、地持ちのゴルフ狂など男の生き様を描く豪華キャストの揃った全5作品です。で、まあ、こういうお題をいただいて、まあ、職業監督、まあ、プロとして、まあ、CM と同様に、まあ、依頼があって、まあ、シナリオをこう演出コンテにして撮影するっていうことで、まあ、初めてだから、なんか逆に本当に映画を仕事にしてみたっていう意味では初めてこうちゃんと仕事をしたなっていう感じがします。だから、まあ、まあ映画って自分が作りたくて作るものももちろんあるんですけど、まあ9割以上っていうのは大体プロデューサーっていうかね、作りたい人がいて他の資金繰りをして監督を探して指名して撮影するということが多いですけど、まあそれをやってみて、まあ自分にないものだから逆にクールに撮れるっていうのはすごく良かったですね。わあ、おめえと喧嘩したくねえじゃん。おめえの目ではめごい女子でいてのさ。CM はどっちかっていうと、まあ監督なんですけど内装業者に近いっていうか、インテリアのこうしろって言われたら、じゃあソファーはこれでみたいな、じゃあ壁紙はこの色でみたいな感じなんですよ。まあ、例になってるかどうかわかんないですけど、でミュージックビデオは、何をやってもいいので、その内装じゃなくて山に行っても海に行っても何してもいいって自由が、まあそのなんかにこうくくられてるっていうよりも全然フリーなんですね。で映画の場合は今度は同じくフリーなんですけど、文字の世界で情念でこう描いてるものが多いですから、行間とかで、そこでその、まあ、アイロンって作品ですと、セミの音がずっと鳴ってるわけですけど、そのすごく暑い和室でセミが鳴ってる状況っていう、その自分のこう経験値に基づいてるものをこうどう表現するかっていうと、時間の長さだったりして、通常だともっと短くいくらでもできるんだけど、このぐらい長い方が暑い感じがするとか、そういったことが試せるっていうのは、まあもちろん映画しかないですね。他のメディアではその経験値をこう相手に見る人が経験をもう一回できるっていうのはミュージックビデオでできないですし、 CM でももちろんできない。やっぱ時間がこう自由であるというのはやっぱり映画にとって一番大きいだと思いますね。短編映画集男たちの歌、10月3日まで恵比寿東京都写真美術館で公開中です。